はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェンシス機動戦士ゼータガンダムステージ3帰還する者たち、やっていきましょう。ではスタート。かつての戦争で英雄に語られた人物がいた。アムロ・レイ、最強のニュータイプとして称えられ、短期で戦況を変えたとまで言われるホワイトベース隊のエースパイロットである。だが戦後、ニュータイプの力を恐れた地球連邦軍は彼を北米シャイアンの勤務とし、軍監視下の中、アムロ・レイは幽閉されたままの生活を送っていた。よくも来られたものだ、フラウ小林。カツモ、お腹の赤ちゃんは大丈夫なのか？6ヶ月ってまだ大事にしなくちゃいけないんだろ？もう安定期よ。何にも知らないんだから、あなたも結婚しなさい。そうすれば。軍がさせてくれると思うかい？まだセイラさんが好きなんでしょ？うじうじしてんだから。シャイアンに来る若い連中の面倒見るだけで結構忙しくって。アムロさんはなぜジャブロンに行かないんですか？え？父はジャブロンの動きを知って、カラバの一員として支援に向かったんです。それなのになぜあなたはここにいるんです？ハヤトが？しかし僕はカラバという組織のことは知らない。エウーゴのことも報道されている程度のことだ。ならばカラバに参加するとか。アムロさん、僕のように後方にいる者がいなければ君たちは逃げるところさえなかったんだよ。逃げ込んだんじゃありませんよ。母を守るためについてきたんです。あなたはここの生活を手放したくないんでしょ？だから動けないんだ。カツ、いい加減にしなさい。母さんは黙っていてよ。ここの生活は地獄だよ。アムロさん、子供の僕にこうまで言われて平気なんですか？連邦政府の監視は緩んでいます。軍だってあなたが思っているほど甘くはないのよ。地球連邦軍が浮き足立っているからティターンズの言いなりになるんじゃないんですか？僕は一年戦争で十分に戦った。でもあなたはまだ若いんです。ニュータイプは危険分子としてここに閉じ込められているんだぞ。わかっていますよ。なら僕が動けないのはわかるだろう。母にとってアムロさんはヒーローだったんです。カツ、ヒーローならこの地下にモビルスーツが隠してあるとぐらい言ってください。カツ、おやめなさい。だってごめんなさいね。いや、私アムロともっと一緒にいたかったな。ごめんなさいね、生意気な子供ばかりで。戦地から離れ戦意を失ってしまった彼の心に再び勇気の火を灯したのは、かつての仲間たちとの再会であった。戦う決意をしたアムロはカツと共にカラバとの合流を目指し、軍の監視から脱出を果たす。この決意の先、目指すカラバのアウド村では思わぬ再会が彼を待ち受けているのだった。帰還する者たち。とりあえずジャブローから脱出したところですね。で、一応まあカラバの支援のもと宇宙に上げることもできますと。てかカラバってどれだけの規模なんだ？
アポリーたちがリックディアスでアーガマへ移動すると、マーク2も運びます。まあやっぱりね、基本的に重力というものを知ってもらわないとね。ティターンズの目を探る仕事ってそんな仕事あるんだやっぱりそういうのにお金を出す人がいるんだね。まあ、ハヤトはなかなか考えが柔軟だね。ブランブルダーク、これさ、ロザミア出てくんのかな。劇場版がてかロザミアの名前出てきてるし、劇場版がメインだったらロザミアは出てきてなかったですからね。一応テレビ版に沿って行ってる感じは今のところあるから、まあロザミアも出てきて、いるねロザミア。例によってかなり詰められている。まあそりゃそうでしょ都合なんて考えてくれたらどんなに楽なことか。モビルスーツ再展開、百式が前に出る。カミーユイカはアウド村周辺で迎撃と。ブランを撃破する前にカミーユはロザミアを撃破できるか。ん？ってことはこっちがロザミア、あーいるね、こっちがブランブルダクター。じゃあカミーユでキャプランを倒さないといけないから、1体でなんとかなるかな。これって全員あれクワトロチームってわけではないか。じゃあクワトロはこっちにやって、さすがにな一気じゃ無理だからな。このネモをどうするかだな。こっちだってモビルスーツが5機いるからね。でこっちは3機、ネモを1体護衛につけるか、それともこっちは3機だからカミーユ1人で大丈夫か。悩むけど一気護衛をつけるか。これでいいかな。キャプランが来て百式、支援反撃は入れておこうかね。まだこのようなところでやられるわけにはいかんのだ。ナイス。
青戸村普通に狙ってきたな。できれば当てたい。よし、ネモ、まあ、反撃できるときに反撃しておこう。結構食らうねやっぱり。てか普通に倒したし。じゃあクレイバズーカを一発撃っておくか。その程度ではな。捉えきれるか。ナイス、さすがクワトロ隊。ロザニアを倒さなきゃいけないんで、まあ、こいつらはもう一旦進んでくるから、まずはここのハイザックを仕留めておこう。テンションを上げていきましょう。テンションを。で、百式って何が一番強いんだ。クレイバズか対大型。対大型じゃないからなこいつら。まあビームライフルで大丈夫でしょう、さすがに。この感じ敵意を出しすぎている。で、一応ネモでこいつを倒そう。ビームサーベルのビームライフル、これで倒せるでしょう。で、2人で倒せるかな。クレイバーズーカーとビームライフル1500。よし、ナイス。で、あとはこのキャプランをどうするかだな。とりあえずここでセーブしとこう。まあ、アウト村がね落ちることはなさそうだから。なんだかんだで一掃できるな。これを反撃していこう。もうヘパバズカで、一応支援防御入れるか。ネモ頼むぞ。この落ちろ。落とせるのかい、この私を。とどめを受けろ。うう、食らってしまったか。5100。ネモを狙ってくるか。回避して一応神湯に。ナイスだ。で、アウド村反撃しとこう。どうせ食らうんだったら。回避された。百式狙いだね。まあ、クレイバズーカで倒せないと思うんだよね。大丈夫なはず。うん、全然大丈夫だ。で、ここでギャプランを倒したいから、アクトザクは放っておこう。とりあえずそうするとこのネモのビームライフルを当てるのが必須だな。 60% は結構微妙な数字なんで、セーブをしておいて。あー、当たれー。当たったー。3500。5937。死ぬ。4500。うちのハイパーバズーカなら大丈夫なはずだ。邪魔されるわけにはいかない。くらえ。貴様。よし、オッケー。お前もやられそうだけどな。
これ敵全滅させないといけないのかな。とりあえずクワトロでこいつを倒すでしょ。直接頭を叩く。なんだ、何をする気だアムロ。いやもう傷つけられたけどね、アウドムラ。うわあ、百式が巻き込まれた。ああ逃げてった。アムロ、確かシャーと言ったな。俺はアムロ、間違いない、アムロレイだ。シャーか。クワトロバジーナじゃないんだ。それに一年戦争時のシャーのライバル、アムロレイだ。シャア、このタイに加えてくださいって。タイの変更とかって簡単にできんの？強化人間の面倒も大変だよね。毎晩空の落ちる夢を見るんですって。それ嫌だな。毎晩悪夢を見ているような感じでしょ。怖い夢を見た目覚めってね、なんかやっぱ体が疲れてるんですよね。月にコロニー落としを仕掛けようとしている。てかアムロって何やってたんだろう。内勤だったよね。まあアムロはね、機械いじりとかができるからそういうのは得意そうだけどね。ビッグディアス、
これ7年前でしょ、1年戦争。7年経ってもララーのことを忘れられないのか。まあ一生忘れられないんだろうね。中古のシャトル誰かが使ってたんだ。まあキャプランはね、機動力がありそうだからね。ガンダムでね、まあ、かなり昔ですけど、ゲームセンターでエウーゴ VS ティターンズだっけ、あれやってた時俺結構ギャプラン使ってましたからね。今はねもうあのガンダム VS ガンダムは全然ついていけないんでやってないですけど。ヒッコリーのシャトルへ。乗り込んでった。カツ君をなんて言うんだカミーユが打ち合ったもの。おお、勝つ。強気だね。銃を持った途端人が変わる。大体拳銃ってさ、安全装置がついてんじゃないの。エウーゴがコロニーを落として地球の人々を根絶やしにするつもりなんだ。絶対にシャトルを打ち上げさせるものか。打ち上げまで8ターン。古いロケットの G はきついぞ。ほら、安全弁を外さないと撃てない。
活とかさ、拳銃の撃ち方知ってんの？いや、そりゃ俺だって知らないけどさ、拳銃の撃ち方なんて。だいたいよく言うよね、その安全装置を外さないと撃てないんだよみたいな。さあ出撃していきましょう。OK、4ターンの間シャトルを死守、シャトルを死守しつつ敵軍ユニット12機、12機って聞くと4ターンあればなんか楽な感じはするけど、あとで上から出てこないかどうかだけが心配だな。ちょっと両方とも下に行くか。でこいつらが1ターン目から動いてきてくれれば楽なんだけど、動いてこねえし。あと7ターン、1ターン目はサクッと終わったな。うわー、やっぱり出てきた上から。さてそうなるとちょっと面倒だよな。マスターユニット1体を上に派遣するか。ニカミックスだな、バルバロを派遣しよう。まあ1個大体をねちょっと出すのはさすがにもったいないから、まずはガーベラテトラ、ビームマシンガンプラス支援で倒せるかな。反復射撃にしとこう。よし、で1回動いて反復射撃を打ち込んで、パーフェクトジオング、頭部メガレーションでいいでしょ、たまに。めちゃくちゃ舐めてるけど大丈夫だね。そこからのエルメス、これはメガ粒子砲とメガ粒子砲でいけるかな。1万いけるね。よしよしよし、余裕だ。あれ、これ別にさ、ロザミアがどうとかってなかったよね。ロザミアは倒しちゃっていいかな。一応カミーユ下に、じゃあやるか。カミーユとアムロ、さてどんどん倒していこう。でオールレンジか、マジックパワーが減るからね。で両方ファイナル、クワトロ隊をどうするかな、スカウトするかどうか。そうするとクワトロ隊は一応連邦側に入れないといけないからね。どうしようかな。ブルーディスティニーが結構辛いんだよね。マーク2。あ、ダメだ。支援が受けられないんだ。体調器を出さないと。ここは入ってないな。そうするとここか？入ってないな。ここだな。ビームライフル。いえ、倒せるか？確実に行こう。メガ粒子砲。6600の。5200でさ、これ攻撃できないよね、よく考えたら。先へ進んで
これはミサイルでいいでしょう。ここからマーク2でバズーカ。よし、レベルアップ。で4レベルになったかな、なんかあるっけ。あ、じゃあ3になったから、ガンダムマーク3とスーパーガンダムか。マーク2はまあとりあえずこれでいいか。あ、そう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 、それはカミーユスカウトしてゼータガンダム3号機を購入したんだけれども、まだちょっとこっちの部隊は置いておいて、ウラキメガビーム砲で倒せっかな、一発で超余裕だ。さすがに試作3号機はすげえな。もうこれモビルスーツの性能だよね、完全に。帰ろう。エネルギー消費やっぱり激しい。一応出したままにしとくか。よし、これで次のターンへ行こう。ザンジバルを狙ってきたね。反撃できるときに反撃しておこう。空を落とすのはお前か。4500、やはり食らうのは食らうな。対空だね、いいね。でも対空を使ってギリギリか。まあただビームガンはね、結構エネルギーが安く使えるんで、それは助かる。あと6ターン。出てくるか。まだ来るのか。敵の数は減ってきている。まあめっちゃ減らしてるからね。ここはバルバロに防衛を任せよう。まあ、ビームガンをメインに使っていけば多分エネルギー不足にはならないと思うんで。で下の2体か、あと何体。あ、倒したか。ってことはギャプランを倒そう。あれ、これってさ、カミーユの攻撃で支援受けられんの。あ、受けられんじゃん。ビームピストル、これでいこう。あんたも普通のパイロットかい。無防備すぎる。人は同じ過ちを繰り返す。まったく。そうやって命をもてあそぶ連中は許してはおけないんだ。好きにさせるか。私の邪魔ばかりして。ちょっとギリギリだったけど、なんとか倒したな。普通の人間って。この2体はちょっと来るのを待とう。あれ入れぬ。でこいつらもおびき寄せよう。アイザックビームライフルからの、一応全員入れるか。対空で4900。あ、まあ倒せるのだ。すげえギリギリっぽいな、2人でやると。精密射撃、ムードメーカー、ビームライフルにハイパーバズーカ、これでいいんじゃないか。オーケー。
9レベルか、マットフィービー。なかなか動いてこないね。あと5ターン。じゃあ今のうちちょっと全員帰還させて、これはな、戦艦をどこに移動させておいた方がいいかだよな。要はイベントが進んだ時に下からまた敵が来るのか上から敵が来るのか、ちょっとどっちかわからんからな。とりあえずもうこのままでいいや。あと4ターン。空に現れたね。宇宙人どもめ、ここで終わりにしてやる。さらにアンノウンの登場。あれこれ何、アッシマーっぽいけど、試作アッシマーか。重力化仕様。あーこんなのがあるんだね。でここに降りてくるのか。でこいつらどこにいるんだ。ちょうど真上くらいか。まあじゃあ降りてくるのを待とう。多分そのまま降りてくるでしょう。どういう移動の仕方ができてんだかわかんねえな。ハイザック、これは出てきたハイザックか。邪魔されるわけにはいかない。出てきたハイザックだったらちょっとパクりたいからね。迷うことはないはずだ。直撃させる。もう直接シャトルを狙ってくる感じか。戦艦的にはこいつ一機だよね。じゃあまずは戦艦を破壊しよう。まあダメージを減らす分だったら神湯でいいでしょう。まずはしかもアムロも攻撃できるし、3万をね倒すことは絶対ないと思うんだよねこの2人で。ちょ2万当たったな。でマーク2はもうレベル上げる必要がないからゼータ3号機神湯だなやっぱり。ハイメガランチャーを使おう。こうやってこっからスキルって使えないのかな。経験値アップを、わあ出てるやつじゃなくてダメなのか。まあいっかな。じゃあちょっと神湯ハイメガランチャー、食いしばれ。お前のようなやつは修正してやる。何をしている。いいね、やっぱゼータガンダムかっこいいよね。モビルスーツを見捨てず撤退していったか。じゃああとはこのアッシマーを1万8000スキルを使っていこう。ここはストライクアシストだな。大型メガ粒子砲でいくか。一応貫通を持ってるからね。うわー倒せない、倒せないか。ストライクアシスト使っても倒せない。これさ、シャトル狙われたらなんか嫌だな。機動力のあるやつ、こっちの部隊で行くか。あ、違う、もうメカミックスがホワイトベース隊だからこっちの部隊だな。まずここで上に動いて、
でさらに出撃して、ガンダムマーク4インコムが当たればいいけど当たらない。一作3号機を出すか。ウラキ当たるか。確実にビームライフル 78% 当たれ。よし、手こずらせてくれる。いや、めっちゃ強えな、やっぱり試作3号機。ちょっと耐えろもこれは。でかすぎる。降りてこられない可能性があるからね。ちょっと下に邪魔して。え、こいつらマジで動かねえな。何なんだ、破壊する気があるのか。あと2ターンで、ここは解凍して、で、出撃してガーベラテトラ、ビームマシンガンの支援と、よし、ユニットレベルがアップ。ビームマシンガンの支援と、なかなか戦艦もレベルが上がらなくなってきたね。ここら辺のね、乗組員もちょっとみんな変えたいんだけどね。ゼータの人たちが使えるようになったら、ちょっとトーレスとかね、アストナージとか入れていきたいんだけど。ガーベラテトラは3レベルまでいけばガーベラテトラ回。ちょっとこれなんだっけ、あいつサザビーみたいでかっこいいね、見た目が。ガーベラテトラはじゃあこれでいいとして、エルメスは5レベルか。じゃあちょっと出してメガ粒子砲で倒そう。ラダーのレベルが上がっていくね。あとこっちか。ここはやっぱゼータガンダムだな。ゼータガンダムってそういえば倒せないから、まあ、まず一回対空射撃で削る。で、そこから、ゼータガンダムを出して3機入るよね。さすがにね、ハイメガランチャーがあるから射程は長いよな。5500って大丈夫か。大丈夫だった。所詮はハイザックだな。3号機とかだったらさ、普通のゼータガンダムにすぐ慣れそうな気がするんだけど、どうかな。開発プラン、メタス量産型ゼータガンダムかなるほどね、そういうところから始まるのね。じゃあちょっと4号機出して、これにこれと、メガビームランチャーっていうか、まあ普通にハイパービームライフルでいいんだけどね。強っ全然違うんだけど攻撃力が。よし、 OK。 でこいつらは全くやる気がないからな。次ちょっと全機捕獲するか。いや本当に来ねえな。次のターンで発射する。ここに来て出てくんの。まあ経験値になってもらうからいいけどさ、発射した後も敵を一掃しないといけないのかな。じゃあスキルでサルベージしよう。
このハイザックはビットで倒せてないな。攻撃をするか。ミサイル当ててでビットだな。1万800かギリギリ倒せたところだね。よし5レベル。これで量産型キュベレーを作っていこう。あとは左の連中か。ここの人たちをちょっと出していこう。ハマーン様やっぱねめちゃくちゃ強いからね。1万600。ギリギリ。いやキュベレーが強いよ。キュベレーが普通に。開発プラン6レベルにする必要はないのか。あーそうかそうかそうか、ここら辺か。そういえばそうだったね。サイコプレッシャー超強気で使えるようになる。超使いてー。あー超強気になる。あれがない。ハイテンションがないな。トリスリッターを出すか。何がいいかね。ハイパーナックルバスターと、ビームガンでいいでしょう。でファンネルが当たらないということはだよ、一回ハマーン様で減らすか。でビームサーベルで型をつける。よしここは大丈夫だな。でもうバルバロはこっちに置こう。耐久でどんどん倒していこう。ユニットレベルアップ。まずは奥のやつを倒す。超強気で、そこから手前のやつを当てると。そうすると右側の敵が多分狙ってきてくれるはずだろう。よし OK。ではではでは次はこっちの舞台だよ。やはりまずはガンダム4号機を出して支援をかけて艦砲射撃。これで倒せない。そうか残念だな。カミーユだな。これはビームライフルで大丈夫でしょう。ゼータガンダム3号機レベルが上がってくね。でストライクアシスト的なのあるかな。このはないね。ではではどうするか。一発はさすがにな。倒せるかな。タイミングランチャー使えば。頼む。俺の目からは逃げられんぞ。こいつ前に出るんじゃないよ。調子に乗るなよ。か貴様程度の相手じゃゲームにもならん。遅い。じゃあここはマーク4だな。インコム。見えるぞ。直撃させる。その程度ではな。なんとびっくりした。なんかその程度ではなって言うから倒せなかったのかと思ったら全然倒せた。
え、マーク4はどうなってんだっけ。ガンダムマーク3はちょっとあれだから、これマーク5だな多分。で多分マーク5に乗ってた変なおっさん、名前忘れてたけどあいつが使えるようになるとは思うんだけど。グループ攻撃でクスロックで減らしとこう。5000くらいは、ちょうど5000くらいか。でそこから、あ、もう別に上げたいやつはいないんだな。ディープストライカー作る。でマーク2も大丈夫だから、パーフェクトガンダムもね、もう別に上げるのないからね。じゃあちょっとレベル上げに勤しむか。5500、怖いからエグザムを使っていこう。やっぱりユー・カジマのレベルとブルーディスティニーのレベルを上げていこう。4177か。であいつはブラキショウに任せるか。メガビームライフルじゃなくてメガビーム砲、めちゃくちゃ強い。あとはもうこっちだけか。こっちに来るのか。まあ別にそれもそれでいいけどね。ビームライフル、グレネードランチャーの方がエネルギー消耗はないんだね。あれ、なんかヒットポイント回復した。そういうスキル持ってたっけ。上がる。よし、とりあえず上がってったけど、あとの残存勢力をどうするかだな。あ、普通にそのまま終わったね残存勢力はスルーということで。ロザミアとハヤトか。さて、それではまずはガーベラテトラ貝を作ろう。でエルメスは量産型のキュベレーにして、一枠空いたな。キュベレーはどうしようかな。こっちの方へ進めていくか。まあ、とりあえずプルツで、あとでまたキュベレー。てかキュベレーいくらすんだっけ買い直す金があるかな。トーリスリッター、そうか、5レベルか。サイコガンダム今回出さなかったね。で、バルバロは1レベルか。ガンダムマーク2はマーク3にしよう。あ、そう、なんかね、リックディアス結構ね、発展がすごいみたいなんですよね。ガンダムマーク2もう一体作るか。そうするとリックディアスにして、試作3号機はディープストライカー、アリスシステム、ここも多分マーク5が作れるんだな。レベル2になるとなんかがあるけど、じゃあこっからマーク3ちょっと戻すか。じゃあマーク3を戻そう。で、やっぱりゼータガンダムあるね。ゼータガンダムあるけど、ちょ、量産型から作っていこう。どんどん退化していくなよし、こんなもんか。
で、ここは人は加えてるから、まあ誰かいれば入れるし、いなければそのままにしとこう。あとはあれ捕獲ユニットいたよね。これベースジャバもパクれんだ。これ配属確保しとこう。で、あとベースジャバ確保しとこう一応全然作ってないからな。解体して、あとはユニットの設計何かがある。サイコガンダムマーク3がつける。ガンダムマーク3とサイコガンダムってさ、マーク3ってつけばそれでいいのかっていう感じだけどね。見てみるだけ見てみようか。ブラストアッパーとか格ゲーだな。ショルダーパルスビームとかメガビームアタックって何なんでこいつ格ゲーなの。特になんかついてるわけではないね。はい、というところで、じゃあゼータガンダムの第3話はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。